いるわけですね。そうですね、はい、今はですね、先ほど申しましたように地上もスレスレの風は、まあ、ここの河川敷の中は落ち着いて、あ、なんか今拍手、拍手が来ましたね。ありがとう、ありがとうございます。いや、嬉しいですね、拍手いただきました。はい、地上スレスレはですね、なんとか風がそんなにないということでね、ああ、よかったですね。まあ、とにかく見ていただいて、よかったです。今、気球の周りにはね、はい、まあ、10人ぐらいいらっしゃるようですけども、あ、じゃあチーム10人ぐらいやってるのかなと思われるかと思いますけども、実は1チームを4人から5人、6人ぐらいなんですね。1チーム4人から6人ぐらい。これが大体1チームで気球の立ち上げ作業をやる、まあ、これがチームなんですね。もう後の方はじゃあ予備っていう、まあ、まあ、今日はあのみんなに見ていただこうということで、からあのそのチームの仲間がね、たくさんあの近くにいて、手伝ってくれたりということですね。いやーね、もう本当に今日はね、雨の予報はないんですけども、はい、風が非常に強いということで、はい、もう地上すれすれのね、はい、今高さ、今あのこの気球の高さが25、6メートルぐらいです。一番てっぺんまでね、25、6メートルぐらい。しかしもう50メートルもしくは100、以上ぐらいになりますとね、非常に強い風が今後ますます強くなるということです。地上の風と高さを変えてそれぞれ風の強さが違うわけですね。それではこの競技エリアの中に立ち上がっております気球をご紹介したいと思います。ブラックモンブランと書かれた、佐賀の人はね、みんな知っているアイスクリームですが、ブラックモンブランと書かれた気球は、あ、手振ってくれてる。じゃあ紹介しますね。地元佐賀のパイロットは富永さん、モンブラン3号、そしてチームのみんなです。スタッフの皆さんです。チーム富永です。チーム富永というかね、多分バルーンチームの名前はね、それぞれあるんですが、そして明治と書かれた大きなね、赤い気球がご覧いただけると思います。放送塔から見ると、右側の方には地元佐賀の正林さんがパイロットです。そしてチームの皆さんです。おはようございます。よくぞよくぞ立ち上げていただきました。そしてね、放送塔からずっとずーっと南にも一気に立ち上げていただいております。北海道って書いてありますね。北海道新聞と書かれた気球が南にね、一気立ち上げていただいていますが、これは熊本から